皆さん、こんにちは。京都大学地球環境学童環境教育論講座の紹介をさせていただきます。私、ここで准教授を務めております、あさりです。私の同僚としましては、同じく准教授のトレンチャー先生、そして講師のバース先生がおられます。お分かりの通り、非常に国際色豊かな研究室になっております。 私たち環境教育論ということでさまざまな疑問から研究を組み立てております。例えば、環境に良いいもしくは悪い行動というのはどういうところから引き起こされるのか、それを良い方向に持っていくための教育というのはどういうものなのか、それからどういうふうに人々を巻き込んでいく、そして変革を促すことができるのか、それから教育といってもいろんな形がありますしまた、 環境教育といっても、いろいろな側面から環境問題を捉えることができます。下の図にもございます通り、様々なキーワードで私どもは研究を展開しております。もちろん、インターンシップも他の研究室同様必須となっております。3ヶ月間、どういうところでインターンシップをするのか、それぞれの学生さんたちの希望もお聞きしつつ、また研究テーマ、それから 研究室としての研究の重点課題なんかも念頭に置きながら、様々なところに毎年送り込ませていただいております。例えば、国際機関であったり、それから NGO、そして行政、民間企業、また国や地域も様々です。日本国内であることもあれば、世界各地に飛び立っていく場合もございます。できるだけそれぞれの希望と、 まあ、特に将来の、えー、キャリアパスも考えながら、インターンシップ先も選ばせていただいております。それから、えー、研究室での活動というのは、えー、研究だけではありません。さ、えー、まざ、あ、まにステークホルダーの方々とも連携しながら、えー、活動を行っております。まあ、例えば 学内外の方々と連携した、えー、ゼ,ミゼミであったりワークショップであったりシンポジウム、えー、それから、まあ、国際連携ということでは、まあ、例えば災害廃棄物とかプラスチック廃棄物食品廃棄物気候変動問題、えー、等々に関して、えー、海外の機関とも連携したプロジェクトも展開しております。 それから、まずは足元から活動を起こそうということで、持続可能なキャンパスの構築に向けた活動も行っております。こちらは学部生から学内の教職員の方々、それから学外の方々とも連携した取り組みになっております。また京都そのものののもがですね1300年の歴史を持つ持つ続可能性の ヒントに溢れた、まあ、宝庫とも言える場所ですので、この京都をフィールドに、京都を研究対象に、もしくは教材にしたような取り組みも力を入れております。町屋を訪問してみたり、そういう方々のライフスタイルから学ぶものを記録していったりというような活動も、この研究室の魅力ではないでしょうか。できる限りあの議論を大切に研究・教育活動を行っております。環境教育論、 それから持続可能な社会の構築に向けた人材育成等に関して関心を持つ皆様、ぜひ研究室のドアを叩い、ノックしていただければと思います。また質問等ございましたら、メール、それから訪問を気軽に受け付けておりますので、コンタクトいただければと思います。ありがとうございました。皆様のトライを楽しみにしております。